教育系 YouTuber のイメージは全然関係ないですけど、ひろゆきさんのイメージってどうなんですか？これガチで人生を教わりました。おお、憧れます僕がなんでリサに来れたかっていうと、絶対分かるかと思うけどお前次第やろな英単語はこれバイタルですね。おお、バイロですね。はい、なんでかっていうと、はい、鉄壁の1ページ目に載ってる。なるほどそれだけしか僕覚えてないんで、鉄壁のことミイラみたいな箱から人がこうやってこんにちはって起き上がってる。あともう1個あって、はい、メディテラニー地中海っていう、はいはい、メディテラニアン、ね、献身館っていう感性の軸が出してる、はいはいね、ボンタンっていう、はい、ボンボン出てくる英単語っていう塾専用の単語帳みたいなんですけど、それに載ってる単語の中で一番載せんでいいやろっていう単語が正解好きですやっぱ斜め上を置きますね。ありがとうございます。すごい、そういうの見つけるんで、やっぱ一人でボンボン出てくる英単語っていう生きった名前だなじゃあ一番好きな文法事項、英文法ですか？はい、英文法か。時制仮定法とか比較とか、はいはいはい、順動詞とか。でも最近これ英語っていうか分かんないですけど、はい、過去分詞ってかっこいいなと思って最近その短歌とか作ってるじゃないですか。はいはい、そうですね。そのかっこいい言葉を探すじゃないですか。はいはいはい、エイジドとか、うんうん、ディレイドとか、はいはいはい、その最後 ED で何々したってなるのがかっこいいなかっこいいな。エイジドで年老いたんで、はい、かっこいいなんかディレイド遅れてる、はい、かっこいいなっていうのはあります、ね、なるほど。意外な過去分詞が好きだったということですね、はい、官僚系にもなれるし受け身にもなれるし。そうなんですよね、それも面白いですよね。教育系 YouTuber のイメージは、え、ガチで言っていいですか？はい、大人としてお金を稼ぐって大変だなっていうみんな頑張ってるじゃないですか、ね、はいはい、で自分の塾に流入させたりとか、はいはい、案件やったりとか、コラボしたりとか、うん、生徒を引き込むのって、うん、結局情報を与えてこの引っ張り合いみたいな感じじゃないですか、はいはいはい、みんな頑張ってるなってい う, そ, う, そ, う, そ, うそれでオワコンにもすぐなるし。そうっすよ。でさっきもそのそれこそさっき言ってた林先生が他の先生の悪口言うみたいなのも、はい、結局その戦略としてやっぱやらなきゃいけないわけじゃないですか、はいはい、それ聞いてるとやっぱ大人になるって大変だなっていう。そうそう、あとはちょっとのことで燃えたりするんでね。あーあよくね、よくねよくね、森だけにやっぱ燃えやすいのか。そう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 、燃える、はい、資源がいっぱい、はい、そうですね資源山ほど持ってる感じです。本当に山火事ですよ、もうよく見てますありがとうございますもし僕も燃えたらまた相談しに来るんですいません、燃えたんですけどいやいやいや、燃え方は得意ですけど消し方そんなに、はい、燃え方はよく知ってますけど、いくらでも燃やせるなっていうぐらい、うん、やっぱバラエティ路線入れていかないと伸びないし、普通にただいい授業してるだけじゃ大金持ちになれないじゃないですか。そうそうそう、それって辛い業界やなっていうの思いますよね。本当に大変ですもう本当にもう飽和状態ですしね、もう劣等者ですし、ね、出ては消え出ては消え。受験生には本当にいろんな情報を取り入れて、本当に自分にとってどういう勉強をしたりどういう教育を受けるのがいいかっていうのをちゃんとこうリサーチしてほしいなっていうのを思うんです。そうです、情報の本当にリテラシーとかない人が多いんで、なん僕にも結構コメントで、うん、今高1で岡山大学目指してるんですけど何時間勉強すればいいですかとか来るんですよ。わかるかもお前次第やろと。本当そうですよ。僕がなんでリサに来れたかっていうと、絶対灘にいて、うんはい、恵まれてて情報がやっぱちゃんと届いてたっていうのがでかいと思うんで、うん、だ僕あんまその勉強法とか発信しないじゃないですか、はい、そうですね。それはやっぱそういうところもあって、うんうんうん、なんか自分が変に発信して真似されちゃうと良くないなっていうのがあって、ね、ちゃんと自分で考えてください。そうすると前に言ってた参考書を真似しちゃダメですよ。はい、絶対に真似しないように、あなたたちはシスタンからやってください、泣きながらでも使ってた単語帳とかあるんですか？使ってた単語帳、これ1ページ目、はい、鉄壁ももうてか僕その参考書オタクだったんで、はいはい、覚えきってはないんですよ1個も、はいはい、でもいっぱい買ってて鉄壁もやってましたし、うん、東大英単語っていうの、はいはい、東大の過去問から例文使ってるやつとか、はいはいはい、リンガメタリカとかもやってましたし、はいはい、どこで M 山との違いがいやそうなんですよ編集にかけている時間はどれぐらい？ちょっと映ってましたね、その目覚ましテレビでも、うん、でも僕の動画にもよるんですけど、はい、家で一人で喋ってる動画多いじゃないですか、うん、あれは結構台本決まってるんで、うん、結構カットして字幕つけてで6、7時間とかでできるやつ。おお、そんなにかかってんですね。もっと短いですか？僕大体3時間ぐらいです。そうなんや、でもそれ早いな。まあ字幕つけるんで結構、はいはい、そんなにかけてたんですね。そうですね、結構その割に字幕よく外に出てますよね。あ、それはちょっと初期下手くそで使い方分かってなくて
なんかでもやっぱトーク中心なんで、はいはい、間の微調整とかはやっぱ結構ちゃんとしてて、はいはい、でもそれこそ来週とかだったら10時間とか20時間とか、あれはすごいかかってるなと思って、来週チャンネルの壁さんと行動者壁さんもやってますからね、まあ、それぞれのチャンネルのやっぱフォントとか気になって見ちゃう人間なんで、あれだレペゼン地球サムネに使ってたやつもともと編集ソフトだって聞こうと思ったんですけど、この間動画出てたんで、はい、ブロっていう、はい、僕の切り抜きチャンネル運営してるみんなに伝えたいんですけど、僕はあの VLLO でブロっていうのやってるんで、切り抜きチャンネル運営したい人はそれで切り抜きください。切り抜きチャンネルを見てますんで、まあそうですね、もう第二のひろゆきになれればどうなんでしょうね。ひろゆき元の知名度があるっすからね、知らないやつの動画いくら切り抜かれてても見ないっすからね。あ、そっか、なるほど、なんかアホなんですよ切り抜きチャンネルやってるやつもね。何も考えずに切り抜いたら伸びるわけじゃないのに。全然関係ないですけど、ひろゆきさんのイメージってどうなんですか。僕らの世代だと悪者なんですよ完全に、うん、悪いやつってイメージですけど、うん、だから今はこんなになんかね、可愛いこぶってますよね。生きていや、なんかこんなにいい人になっちゃってんだなと思って。そうですね、若い時はだからそういう革命児みたいな感じで出てきてね、はい、悪口言いまくってみたいなやつなんですよ。まあでもそこのイメージが丸くなってきてるっていうのが多分可愛いみたいなので受けてるんじゃないですか、うん、多分。なるほど、やっぱねホリエモンと別れたなっていう。そうですね、賢さっすね。ホリエモンは今でもね、オラとか言ってますからね、バカとか言ってやってますよ。社会人になった壁にどう変わってほしい。そうっすね、だからライジュチャンネル壁さんがね、できるんですか社会人になっちゃって。いや、だから編集ができないってなっちゃって、やっぱりそうですよね。今探してるんですけど、してくれる人やっぱり。でも変わってほしいとかないっすけど、そのままで、むしろそのままの、まあ、丸くならないようにね。あ、変わらないようにという感じですね、はい、まあ、分かって出てましたもんね、はい、金で選んだんじゃないんで、ね、初任給聞く企画やったのに分かりません、金で選んでないんで。イキりすぎやろ。あれ面白い。東海オンエア、コムドット、レイクレ、今井を入れるならどれ。レイクレでしょ。レイクレでしょ。一番なるほど。理由がすごい。東海オンエアとコムドットは無理っしょ。なるほど。じゃあベテランチにとって短歌とは。あ、これ難しい質問っすね。てかありがとうございます、なんかちゃんといい、ね、ちゃんと僕に迫ろうとしてますまあでも趣味っていう次元ではないですかね、やっぱ、うん、YouTube より自分のなんかその人格とか本質みたいなものに近いその表現だと思ってるんで、なんかね、いずれはなんか古典的ななんかやるのかなと思ってますけど、まあ、どうなんでしょうね。開いたら、あ、最初はでもトークのイベントやりたいって言ってましたもんね。そうですね、あ、でも分かんないですね、どうなっていくか。短歌のイベントとかもいずれ出るんじゃないかなと。僕を通して短歌に興味持つ人が増えたらまあいいかなと。ベテランチにとってクイズとは。でもクイズね、これガチで人生教わりました。お、これガチで人生教わったんですよ、うん、クイズって努力したら勝てるじゃないですか、覚えるだけなんで、うん、だからえ、こんなどうしようもないやつがみたいなめっちゃ強かったりするんですよ。喋ったらもうクソバカやのに、うん、クイズさせたらむちゃくちゃ強いみたいなやついっぱいいるんですよ。これ受験も同じやなと思って、うん、覚えて答えて新しい問題知って覚えるっていうサイクル、うん、高速で回したら誰でも強くなるんですけど、うん、全部のことそれじゃないですか、突き詰めると、はいはい、なるほどなるほど、うん、努力芸なんやなっていうのを気づかせてもらったっていう。確かにカズレーサーとかもね、そうですからね。そうっすよ、めちゃくちゃ覚えてますからね。やっぱクイズプレイ上がりの人、優秀な人多いっすね。やっぱそうですね、クイズノックもね、あれだけ言ってるわけ、うんうん、だからね、もしベテランチも伸び悩んだらクイズやらもうすぐに。そこがね、やっぱり羨ましいなと思いましたもん。クイズやったら一発だなと思って、リクルートしてもらう。何ですか、ミンハヤ、あれやるだけでもポーンって伸びますと。カズレーサー、あれやるだけでめちゃめちゃ伸びてました。あ、そうですか。じゃあもし困ったらもし困ったらもうクイズノックにこびてこびて出てください。じゃあベテランチにとって留年とは。水みたいなものですか、ね、水水、その心は。必要な時が気づいたら来るっていう。いずれ、はい、いずれ必要。自分で意識してなくても、うん、気づいたら必要になってるっていうのが。必要だった時が来るかもしれないよね、はい、皆さんにもそういう風に来ると思います。ジャンク派、オールナイトニッポン派。どっちかって言ったらでもオールナイトニッポンか。聞いてたラジオって言ってたんで、霜降りとか出してました。霜降り面白いっすね。てか霜降りってマジすごいっすわ。お、霜降りすごくないっすか。いや面白いっすよ。霜降りって文句言うとこなくないっすか、なんか。おお、それぐらいもうあんななんか何させても面白いことってあんまなくないっすか。確かに、確かにそうですよね。出してネットで喋っちゃうとか ね、そういうのもあり。そうそうそう、エピソードすごいな。で漫才面白い、で MC できる、ひな壇面白い、トーク面白いで、ギャグありモノマネありギャンブルありって、ね、
スキャンブルアリエ最強じゃないですか。で歌もでやるでしょう、はいはいはい、すごすぎっしょ。オールラウンドな感じで、そうですね、パチンコ場でやってましたもんね、はい、憧れますやってみたいアルバイトは、しばかれるようなやつやりたいなって。しばかれる、家庭教師とかでその時給いいやつをもう今からやってもしょうがないじゃないですか、はいはいはい、今 YouTube やってるから、うんうん、YouTube に集中した方がいいから。だからやるんだったら社会性身につけてくれるようなやつがいいんで。引っ越しとかどうですか、はい、引っ越し、肉体労働、そういうの、まあやらないですけど動画でやろうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、引っ越しの最後は、お気に入りの動画は、あー、お気に入りの動画、ドライヤーではないと思うんですけどそうですね、いや、これ結構難しい質問やな。あー、そっか、受験生の一日が一番伸びてる。あ、四天王、そうですよね、四天王で思い出したい、結構あげたじゃないですか、分かってんの、あの、フーミンとの DM、はいはいはい、で、ベテランチに断られて僕に2番目のうわ、どれかな、免許の試験落ちるやつ、はい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 、はい、ありましたね。これは結構、はい、僕の伸びてる動画って結構やっぱ言ってもエピソードっていうか、はい、ある種甘えてるっちゃ甘えてるじゃないですか、うん、もう、あ、まあもちろんその僕の話が面白いっていうのはもちろんあるとはいえ、結局はその僕に面白いことがあったのをそのまま動画に起こしてるだけなんで、うんうん、でもその免許落ちるやつはなんかすごい動画の構成が良かったなと思ってて、そのまあ BGM とか編集とかで言ったら出来事としては普通に試験落ちただけじゃないですか、でもそれをその自分のテクニックでいい動画にできたっていうのが結構僕の中では、なるほど、いやあれはね、伊沢拓司と同じエピソードを手に入れましたから。あ、そうなんですよ伊沢さんも落ちてたらしい、同じエピソード。多分まあ何本になってるか分かんないですけど、この動画もしかしたらいっぱい出るかもしれないですか。そうですね僕だらけになるかもしれないです森哲さん。そうそうですね、まあ、あとはもしかしたらメンバーシップにも全部つなげたの一本出てこって、まずメンバーシップに出しても使えないしなメンバーシップやから話せるってわけじゃないです使えないとこいっぱいあったわ、はい、という感じで、はい、ベテランチですね、今回は50のことですね、聞かれた50のこと、まあそれ以上にいっぱい聞いてたんですけど、聞いてみました、はい、ありがとうございました、すいません、いろいろ、いえいえ、とんでもないです、ありがとうございました。